急列車で沢原行き行きでございます。次の停車駅は桜です。別の本社に東方奈良の八日市場方面のお客様乗り換えになります。反対側の一番線から各駅列車で奈良行き21時31分です。4分の待ち合わせになります。その後が銚子行きです。21時53分です。桜を出ますと成田停車になります。次は桜です。お客様にご案内いたします。本日は水号号をご利用いただきましてありがとうございます。おプロフィーのところ誠に恐縮ですが、この度 JR 東日本は皆様の ご旅行の内容をお尋ねし、サービスの向上の資料といたします。次の質問にお答えくださるようにお願いいたします。なお、このアンケートは本件と用紙は後ほど係員がいただきまいりますので、ご協力のご注入の協力をお願いいたします。本日は水号号をご利用いただきましてありがとうございます。おくつろぎのところ大変誠に恐縮ですが、この度 JR 東日本では皆様のご旅行の内容をお尋ねし、サービス向上の資料といたしますと思いますので、次の質問にお答えくださいますようご協力をお願いいたします。なお、このアンケートはアンケート用紙は後ほど係員がいただきにまいります。ご協力の私をご協力をお願いいたします。 JR 東日本からのご案内です。
倉でございます。総本線八幡鳴門八日市場方面のお客様のお客になっています。反対側に、停車中の電車が各運転車の鳴門を行きます。21時31分の場所です。この後は総本線周りの調子です。21時53分です。この電車は特急列車で触れています。桜を出ますと成田、滑川、周辺、川中上停車しております。忘れ物なさいませんようにお見ください。桜です。Thank you.
番線出口は右側にています。忘れ物、すいませんよ、お寄りください。岐阜方面のお客様、5番線から21キロ中3分です。岐阜行きは岐阜です。
Thank you.
終点の佐原に停まります。22時5分の到着です。Thank you.
ございました。まもなく佐原でございます。終点佐原に到着です。この列車は2番線の到着。お出口は左側でございます。佐原から先12キロ北部の部下高島神宮方面のお客様。階段を渡りまして0番線から22時33分の発車であります。海側笹川銚子方面のお客様。この列車が33分ほど停車のうち22時38分発車の各駅停車で銚子行きになります。乗車になりましてしばらくお待ちください。忘れ物落とし物なさいませんようご注意ください。終点佐原に到着でございます。